もうとっても絵が綺麗で、色使いとかで音もすごいだと思います。僕は大きいところで見てないんで、だからぜひ矢尾さんもおっしゃってたけれども、大きなスクリーンで見てその絵の綺麗さと音の迫力を感じて撮ってもらえれば嬉しいなと思うんですけれども、劇場版といえば、まあ、大体のパターンは大きな敵が出てきて最終的にルフィが倒すんですけども、で麦わらの一味がそれをサポートする。中でも、まあ、ゾロとサンジはいつも双璧と言われて、ルフィに道を開けてボスを倒してこいみたいなパターンになっていると思うんですけども、まあ、今回はやはり懸賞金の差が出たかなみたいな。おい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 、まあそこら辺おい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 、僕には二十数年間いがみ合っている気に入らないやつがいます。そいつを今回ちょっとイラッとさせることができました。大満足です。3億2000万が見たことがない、聞いたことがない、まだ曲も出てきてるんですけど、歌の踊りが可愛い、あれ覚えて一緒に踊りたいなって思いました。なのでほら 歌って、うん、一緒に歌って踊ろうはないか、あの映画館であるじゃないですか、うん、踊ろうもあるといいなってちょっと思っちゃった。偉い人聞いてますか、そんなにそんなに真剣に。なんかいずれね、みんなが分かった頃に一緒に歌おうみたいなのがあったら、一緒に踊ろうもあったらちょっと楽しいのになって思いながら見てました。でモンスターポイントのチョッパー出てくるんですけど、ちょっと前すぎてあれに声を入れたかどうかちょっと記憶が定かではないんですよ。いや、ね、本当にね、まばたきしてたらふっていっちゃうの。だからまばたき厳禁で、モンスターポイントのチョッパー声出してたかどうかちょっとチェックしてください。よろしくお願いします。未だに謎に包まれているキャラクターなんですけども、はい、アフレコではね池田さんと一緒だったそうですが、はい、振り返ってみていかがですか。そうですね、池田さんとちょっとご一緒に、収録できたのがもう本当嬉しかったですね。やっぱもう、今回の劇場の、なんと言いますかね、レッドですから、なんといっても、はい、なので池田さんとご一緒できるのはすごく興奮しましたし、何よりも、25周年のね、劇場版にこうやってまさか僕4時やってるので出演させていただけるっていうのも本当光栄で、すごいテンションが上がると同時にプレッシャーもずんと、はい、ありました。でこうやって今日武道館で、ファンの皆さんを前にして、やっぱりすごい映画、すごい作品に出させていただいたんだなと、改めて今日実感してます。本当皆さん、レッドという、タイトル通りですね、めちゃめちゃ熱い作品になってますんで、ぜひお楽しみに。